じゃやりましょうか。はい。全6章。全6章。今回は3章。3章。はい。今回ディプロマシーで、次回が D&D で、本当からデジタルかな。次回で後半私が受け持って本で終わるくらいで。で、ディプロマシーの話で、ディプロマシー、出たのが、まあ、商業出版が60年くらい、61年かな。同人版が59年かな、そんくらいです。で、まあ、前なんかこの辺のね、ちょっとやりましたよね。その回で。で、このディプロマシーコミュニティの話は大体70年代くらい。の話です、ディプロマシーが出て、でアポロンヒルが出すのが70年代なんですけど、まあ、その前に商業出版をゲームリサーチかな、はい、いうのが出して、これが61年で、そこでもコミュニティが結構できてきて、不思議なんですけど、ゲームリサーチかな、はい、すごいちっちゃい会社で、ディプロマシーと、あとロバート・アボットの作品を、1個出してて、でそれとあと2作ぐらいでも潰れてるんですよ。でも目の付けどころ面白い、ね。目をつけるところはね、良かったなと思うんですけど、マーボーとテーブルゲーム、テーブル、そう。でだからすぐ進むじゃん、どうやってコミュニティを維持するっていう基盤がないはずなんですよ。そうなんですよね。これは海賊版が出てたってことなんでしょうかね。もしくはメールが主で現物はいらなかったとか、まあ、そう、それはそう、魂はまあメールでっていう、まあ、あれ現物がいるか、まあいるよな。欲しいは欲しいですよ。まあ、ね、ホストが一人持っていいかなみたいな。まあね、あとマップはちょっと、まあそういうコピーがねえからな。マップをどうしたからよね。はい。だから60年代からそういうファンコミュニティができて、で、まあ郵便ディプロマシーやってるだけで、それ人、同人誌。まあ人ですね。今人ショップとか言って、なんか人と同人誌がみたいにおされ系がやってますけど、まあ同じものですね。いや、だからエロ同人誌みたいなのとおしゃれ人は違う。文脈が違うですね。売られ方がちょっと違うというか。そもそもだって日本のいわゆるそのコミックマーケットで言ってる同人誌だったら個人誌じゃないですか、基本的には、うん、同人誌じゃないわけですよ。言うたら、まあね、同人っていう言葉が違う意味になってるよね。だからまあその文脈ごとにいろいろあるって言っただけの話です。それだと文学界とかになってしまいますからね。文学界もともと同人誌ですからね。元々同人誌です。しかも文学界になってもともとこう翌3期に出たから雑誌だからみたいな。東京化学同人とか、まあ、そういうのもあるじゃないですか。同人と関係あるんですか。同人ではあるでしょ。だからまあ商業出版の会社ですけど。だからコミケで売ってる同人誌と白樺とかが同人誌って同じとは思えないでしょ。まあまあそういう話です。そう、うん、まあ、あの辺で文脈が一気に変わった、うん、それと人も違うわけ。人はもうまあアメリカの方が主流で、それをまあ真似したと言ってる。いやでも日本で今言ってる人と、このアメリカとかイギリスとかの文脈の人はまた別のものですよ。じゃあ人っていうのはこういうのを人というわけですよ。つまりネットでのコミュニケーションとかそういうのではない、こう単的なコミュニケーションとしてのリトルメディア、ネットメディアが、てかまあインターネットのウェブサイトとかが先にあって、うん、でその上でそれに対するオルタナティブとして出てきたのは今日本で言ってるところの人です、うん、あ、そうなんだ、はい、だからネットを開いてもそのどこでもエロ広告とか、うん、どこでも差別表現みたいなものがもうそこはメジャーなわけですよ、うん、それの避難場所を求めて人を作ってる感じ人が多いわけ、ね、あ、面白いね、うん、それは。だから面白いっていうのはそれは文化的に面白いってもう言われてるわけずっと、うん、吉祥寺とかで時々やってますよ、その、うん、人マーケットみたいな。あ、そう、うん、あ、行ってみるから。人ショップもありました。ありますね。でも面白いです。人ショップってどこにあるの。どこにあるんだろう。東京にあった人ショップなんていっぱいあります。セレクトストアみたいな書店がいっぱいあって、うんうん、そういうとこに売ってる。え、具体的にどういうところだろう。具体的に言えば、例えば、古本屋で一部売ってるじゃん。あ、それも一部売ってる。例えば、私が棚主になっている神保町のパッサージュとかですよ。パッサージュも見てください。パッサージュいっぱいありますよ、うん、パッサージュって棚をオーナーになる。ああ、なるほどね。文脈が全然違いますけど、今のタコシは結構人ショップっぽい。あ、そうです、ね、タコシもそうだし、そういう意味では模作者もそうだよ。模作者はね、俺は模作者好きだけど、あれを人ショップというといろんな人が怒るんじゃないだろうかっていう。おされとはない、特に店主が怒るんじゃないかなと思って。模作者でね、シャメ取ったら。模作者って新宿にあるやつ、御苑のそば。あ、御苑のそばね。最悪戦もね、まあ、模作者は、ね、うん、模作者は公安に睨まれてるからね。あれは睨まれるでしょ。はい、まあ、でその人とも違うんですよ。そう、なんだかんだ。
だからまあここではもう本当ファンコミュニティが作ったファンとそうファン人です。そうそうファン人で。ファン人ね。ではゲームのコミュニティの雑誌で、まあ基本的にはプレイバイメールの郵便ディプロマシーのリプレイじゃないな、原稿を載せる。プラス、ここに面白いのが、プレスリリースっていうのをそこに載っけてですね、プレスリリースって言ってるらしいんだけど、つまり なんちゃらかなんちゃら激化とかいろいろ書いてるらしいんだよね。プレスリリースの真似事みたいな。そうそうそう。なんか、まあ、それで面白いおかしく書いて、うん、ゲームを楽しませるっていうのだから、紙面で再現する大本営発表みたいな。まあ、大本営発表かどうかは知らない。まあまあ、ディプロマシーをほら、読み上げなきゃなんないわけだから。そうそうそう。結果を。うん、なんかいいなんちゃらうんちゃら感じ、なんか楽しそうじゃない、まあ、楽しいと思いますよ実際。でプラスコラムとかもいろいろ載せてる、ね、あなるほどね、だからそのコラムを中心に分析していくみたいな話になりますので、あの分析するのは大体70年代、あだ60年代からだんだんそういうジンが出てきて、もう70年代に相当流行ってるっていう感じらしくて、その70年代のファンのコミュニティを見ていく。そういうのって販売したの？ね、販売一応ね、金は取ったらしいんだけど、うん、まあ、販売商業ではない。ハンプってやつですよね、いわゆるね。実費、実費感じ。いや、だって、あの、そのフェアリーチェスの開放とかみたいなイメージですよ。昔の特に。じゃあ、詰めパロとかが近いのか。近い。かなり近い。中村の開放みたいなもんですよ。あれはお金取ってないからね。はい。でこのプレイバイメールのディプロマシーを見ていくと、まずあのその主催者のいた地域っていうのが今の話とかどうやって、あの白人の公害化っていうのと重なっていますよっていう話がまず出てきます。最初は都市中心だったものがだんだんと公害に行ってて、もちろん数も増えてるんだけど、その増え続ける数の割、あの公害割合が増えていってるよっていう話がまず出てます。ちなみに陣の書店は吉祥寺 の中道通りにこうがありまして、なんて言うんですか、これ陣ファーム東京っていう名前なんですけど、看板がね、あの潰れる前の、じゃあチャリンコ屋の看板をそのまま出してるので、中川林業って逆にそれらしいよね。ちょっと行ってみよう。吉祥寺のこの中道通りよく通るから。だからチン、あの音楽とかジンのカルチャーが盛んですよね。ああ、なるほど、ね、なるほど、あれだね、相性がいいかも、ね、だからこのロム・ボイルってエクリプスフェーズのデザイナーが来ましたが、もともとはアナーキズムのジンを編集していて、編集スキルを培って、うん、RPG の業界に入ったって言ってます。だそこが政治的に先鋭的なのは、多分もう作者とか、あの、なんだ、なんちゃらいサイズの、新宿の、あそことかにしかないんじゃないか。吉祥寺にはないんじゃないか。政治色が強いものは。吉祥寺に政治色、あ、でも、あの、あそこの劇団が政治色の強い劇団が、確か。何政治色の強い劇団。名前忘れちゃったけど、くんご。いや、でも駅前に看板出してるじゃないですか、確か。うん、じゃなくて有名な。な、名前出てこない。まあまあいいや。ほんで大体ガリバン釣りだったとか、まあ、60年代ですからね、70年代いかにもだな、うん、テープで貼ってみたいな、ガリバン切ってみたいな感じだったと。で、まあ、利益というものはまあないと、はい、もし利益というものがあったとしても、それはコミュニティにそのまま還元される、うん、まあ、要は人を出し続けるために。どのくらいの部数出たの？これ書いてないんですよね、うん、多くて数百とかじゃないかな。さすがにそうだと思いますよ、ね、だリプレイを何ゲームも載せるとしても限度があると思う、うん、まあ、その代わり地域別にすごいたくさん出てたっていうことだと思うんですけど、うん、具体的にはどういう都市なんだろうね。もう本当いろいろあります。ここで一番使われてるのはニューヨークとサンディエゴです。あ、サンディエゴ、イギリスにもあるし、あ、イギリスのその、なんだっけ、ディプロマシー人の世界、なんか世界みたいな結構いっぱい出てて、ドイツにもちょっとあったのかな。でもドイツはあんまなかったんじゃなかった私。でペッペルレビューはもともとディプロマシーじゃないんですけれども、そういうプレイレポートの人がスタート発祥なんですよ。エグゼクティブディシジョンの陣だったのか、私。あ、そうなの、へえ。だからやっぱりこういうコミュニティを作って何かを出すってことにものすごい、まあ、ネットないですからね、まあ、草場さんの方がお借りでしょうけど、分かる分かる、うん、いや、そういうのの情熱はすごく分かる。まあ SF ファン陣とかもそうなの、ね、あ、そうだよね、そうですね、うん、いや、魅力を感じますよ、それは、うん、あのやってると人は楽しいと思う、苦しくも楽しいみたいな、まあまあ、苦しいかもしれない、確かに。
当初人はロサンゼルス、サンフランシスコ、シカゴ、ワシントン DC、ニューヨーク、ボストンといった大学などの都市部、東海岸どっちか大学などの都市部に集まっています。まあ60年代ですね。これ1964年は11の人のうち9つが主要都市の中心部から発信されていた。まあそうだろうな、はい。でその5年後69年には37の新しい人のうち7つだけが都市中心部から発信されているというふうにガーッと公開よく調べたんですよ。なんかね、これをね もともとまとめてるなんか本があるらしいんですよ。でそれを見て知ると、すごいですね。もともと書いたらすごいね。もともとまとめてるらしい、これがすごい。でこういうデータによってこういうホビーストがですね、まず郊外から大学行くために都市空間に来て大学コミュニティを通じるディプロマシーに興味を培ってその後また郊外へ移住するっていうそういう流れが見えるという感じらしいです。なるほどね、これリターンするわけね。リターンする。日本もウォーゲームとかね、ロープレか、ロープレとかもそういうところありますよね。ちょっとあるんでしょうね、うん、何シミュレーターとか、うん、あの大学時代ハマって でそれが地元に戻って、地元でそのゲームのコミュニティを再開するみたいな、うん、それはねやっぱり流通上都市が強いからね、うん、今日林さんのインタビューしたんだけど、うん、まあ愛知の人なんですけど、ね、林さんって誰、林おかずブランド、あのゲームおざくブランドじゃないですか、おかずブランド、おざくブランドはい、まあ愛知の人なんだけど東北大学行ったら、うん、シミュレーションクラブ、はいはい、うん、だからそこでそういうゲームをやって、で東京へ出てきて、だからボードゲームに触れて、うんうんうん、こう仲間と一緒に作り出すみたいな、ね、で学生時代に、学園祭でゲームを出したんですって、うんうん、ちょっと横山さんの健康堂でもやってましたよ、学園祭。まだ早稲田祭があった時にはね。川さんちょっと角丸のあれなかったことじゃない？ないですよ、私の時はない。その前はねあって、うん、展示とか今もやった。私の時もないです。じゃあ千葉さんとかの日置さんとかの時か。 そうですね。ほんでですね、一応リアルで遊ぶこともあるわけですけど、うんうん、人口が多い都市とかだと、まあ、店とかあるわけですけど、うんうん、そうじゃない人たちは基本的に家庭内のプレイスペースになるわけですね、うんうん、でこういう人たちはこういうゲーマーホビーストの人たちはまず一般 の マスキリニティの男性性の言説からもちろん離れているわけですね、うんうん、レジャーの伝統的な空間といえる、まあ、列挙してありますよ、オフィスとかバーとかバスケコートとかですね、そういうところからはまあ離れているわけだけれども、それでいて家庭という圧倒的に女性的な空間の中にいながらそこで隔離された自分の場所を設けると非常に嫌みったらしいことを書いてあるんだけど、やっぱりなんか翻訳する価値はあるんじゃないかな。こういうなんかこう細かい嫌みをこうチクチクとぶつけていくっていうのは大事なことなんじゃないかな、ね、うん、やっぱそれで大炎上とかするのがいいと思う。そういう白人性とか男性性から、まあ、離れているんだけれども、でしかしながらその家庭の中で自分たちの結局男性的な空間を作り上げて維持するという、うん、そういう男性性というよりはあれでしょ、うん、ナード的ってことでしょ。まあそうなんだけど、まあまあ、そのナード的なものが結局マッチョ的なものからは背を向けているように見えて、うん、同じ穴の人間ではないかという、うんうん、だからそれはだってもう全てそうでしょ、うん、まあその通りです、まあね、うん、はい、でこれは結局のこれ鉄道模型でやったことと同じだよねっていう話で、まあ、鉄道模型の人がなんかガレージにでっかい模型を置いてなんか自虐的な自慢をしてるようなのと同じなわけですよ、うんうん、俺こんなでかいゲームあるぜみたいなのと同じわけですよ、うん、あれ映画秘宝とかとも同じじゃないですか。映画秘宝復活しますよ、復活。いや、そうそう、復活するでしょ。あれはあんま文脈違うんじゃないの。まあ分からんけど、いやいや、あれは田辺さんが やるから同じですよ。まあ、そうですね、だからまああれですよね、自分の部屋の王国みたいな、だから、うん、子供部屋の王国みたいな、うん、今はそういうのは子供部屋おじさんみたいなそういう割り方をしちゃうけど、うん、しちゃいますね。だから昔はフォレスト・ジェイ・アッカーマンとかすごい評価されたわけですよ、うん、アッカーマンって知ってますね、うん、いわゆるビッグネームファンコレクター、第一世代の何のコレクター、いや SF ファン人、あ、ファン人のね、ファン人とかフィギュアとかも全部、うん、あらゆるものをコレクションする。ちょっとでもアメリカのコレクターって異常な量を持ってる人がいますよね。まあ、そうね。でこういうふうなですね、なんかまあ家庭内での領域確保みたいな話は。
を白人男性が作るネットワークというのはこの不安、居場所喪失への不安というものに対する感情であるというふうなしている論者もいるそうです、うんはい、著者はそれに同意しています、うんはい、つまり、本書で述べるようなホビーストが地下室に引きこもったのは彼らが自分たちを急速に統合されつつある外部の公共圏そこからも、家庭内の女性的空間からも外れた存在であるアウトサイダーであると見なしたからであるというまあひどいことを言っております。まあまあまあでも、うん、分からなくてまあ当たってんじゃないですか。まあそうですね、間違ってるとは言いづらいですよねやっぱり、うん、ほんでですそういう言い方じゃないっていう気はちょっとするけどな、うん、やめたらしいで、ただ今回の話はですねなんだかんだ言ってボトムアップなわけで前回はバロンヒントが一つしかなかったわけですけど、うん、今回はいろんなファンディングがあったわけですよ、ね、だからまあさすがに政治的なばらつきもあるわけですよね、まあ、バロンヒルのやつがファンディングかって規模が違うんでしょ。そうそうそう、あれもトップダウンだから。そういう意味ではさ今言ってるだからシミュレーターとかもそういう意味ではファンディングというよりは規模が比較的大きいから、うんま、前期は同時でしょ、ね、シミュレーターの前期は、まあね、第一期はまあ事実上の同時にでもまあ言うてでもまあ鈴木さん当時のやつがかなり出てるから、まあ、その今から今の方が少ないみたいなまあまあそれはそうですよ、ね、そういうわけはそうです、ねうんはい、だから4桁とか出てるもの少ないとは言えないって話ね。まあそうですね、うん、それはそうだ。これなんかもう数百出てる相当大手でしょうからね、うん、こういう人はね。でだからまあ政治的にいろんな幅があるということです。だからこれから言うのはその政治的な幅で確かに左っぽい人たちもいるんですけれどもそこにある限界といったらあれですけどそういったものを見ていくみたいな話になります。で、そこで対象として扱われるのがニューヨークの、グループニューヨークコンスピラシーニューヨーク陰謀団みたいなグループがいまして、なんでそういう風に名前をつけたがっちゃうんですか。それがディプロマシーファンコミュニティの相当でかい、うんところだったらしいんですけどニューヨークコンスピラシーで、これ面白いのはですねここのシーンの出身者にコスティキャンが言って書いてあるんです。あ、コスティキャンはそうなんですね、うん、だからこれが73年の話でコスティキャンその頃15歳くらいですすごいな、うんうん、だどういう影響をどの程度受けたのか謎ですけど、うん、コスティキャン聞いてみましょうよ今度。そうですね、一応この一言しか載ってないんですよ。コスティキャンの代表作がスターウォーズロープリング、うん、まあまあね、まあそうだなかもしれないですけど、まあ、あれは最初はすごく画期的でしたよね、うん、ヒーローポイントとかガンガン入れる、でコスティキャンを来日招聘すればいいんですよ、ニューゲームゾーダーなるほどまあ、コスキャンについてはその一言だけなんですけど、はい、まあ、そんくらい幅があったということです、はいはい。でここコスキャンも、まあ、それはまあ知ってる人は、まあ、コスキャンは左寄りの人だっていうのはまあ知ってるかもしれないですけど、うん、その本読んでる人は分かるんです。それだけで、まあ、そういう文脈で書いてますね。あ、分かるんだ、うん、まあ、コスキャンって言ったら左でしょ、うん、いやまあまあそうなんだけど。でこのグループはね、なんか、まあ、いろんな人がいて、その人たちがいろんな人を出してたりしてるんですよ。だから一冊では全然ないんですね。でそういう中の一つで、その編集してた人が、ね、女性の人なんですよね、うんうんうん、これ筆名が女性ってだけではなく本当に女性らしいんだけど、どう確かめたかはよく分かんないんですけど、女性の人 でこのいわゆるヘッドラインだけなんだっけ、またニュース記事ディプロマシーニュース、はいはい、この記事に差別的ないわゆるヘイトスピーチが載ったらしいんですよ。はい、プレイヤーを貶めるような、はいはいはい、でそれに対していやこういうのは編集権限で検閲するべきセンサー、うん、はいはい、検閲するべきじゃないかっていうことを書いたんですよ、はいはい、この女性がね、はいはいはい、でそれに対する対応っていうのがあって、で基本的に非政治的なこのゲーム空間に政治を持ち込むなというのが主流だったらしいんですよ、うん、で今と何の変わりもないわけです。すごいですね、どっかで聞いたことがある、うん、ね、そう、どっかで聞いたことある、うん、主にツイッターとかで聞いたことがある。そうそうそう、今起きてること同じじゃないですか。そう、同じなんですよ、うん、ね、これは本当にすげえなと思って、うん、やっぱり面白いもんなんじゃないですか。こういうめっちゃちょこちょこして一緒は面白い。アドカーとかやってること同じですよ。この前それって昔も今も変わらない、昔のアメリカでも今の日本でも変わらんということですね、うん、非政治的であると言って、でそれ理知的に楽しむっていうのがゲームであって、はいはい、我々非政治的である、はいはいはい、悪いのは政治を持ち込んだお前である。で、だから、うん、でもその前にその非政治的な空間がいかに政治的に作られているかという話なわけですよね、うん、そこに関しては完全に自覚はない、自覚はないという、あえて見てないというか、うん、いや多分知ってて言ってんじゃない、まあ、知ってて言ってるのかもしれません、うん、はい。
だから今も変わらない。全然変わらない。例えばこの前コミケでナチの軍服を着てシミュレーションゲームとのやつを売って問題になってるんで、大学のやつ。別にそれだったらゲームマーケットでも似たようなものを売って問題になったことはありましたよ。ありましたありましたよ。あれですよ、商工会議所だっけ、うん、がよく見ない、ね、そうそうそう、うん、みたいなゲームをそのまましれっと売ってて、商工会議所じゃなくて青年会議所、青年会議所、青年会議所、東大構想ボードゲームシミュレーションゲーム、はい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 、はい、全然プレイできなかったっていう評判、うん、ルールがひどすぎて、あ、ジブセールのところやったんですか、うん、そうなんですね、ルール記述がひどすぎてーゲームになる、えらったが1ページに10個くらい、なんでシブの人っていうのはその形式にはすごいルールこだわるくせにちゃんと書かないんですかね。テストプレイをしていないとしか思えない、うん、作品としてもうパーテ出して、うん、あ、これでもうだから遊ぶことを考えてないんじゃないか、ネタってこと、まあネタってことなんでしょうけど、ただね、ああいう分野に動機はどうあれ、こういう分野がなんていうの、興味があるっていうことは十分にした方がいい、興味ある勉強と、ゲーム作ったことがあんまない人はコインは難しいじゃないかな、うん、普通のゲームよりだって作る難易度はだいぶ高いでしょ、 DDP とかちゃんとしてるように見えた、 DDP とかはしてそういうのはちゃんとしてます、うん、だからそういうところはちゃんとしてるんだけど、記述がもうどうしようもないという感じで、ーカードももういろいろ間違ってるからゲームにならない、ウォーゲームの人って基本的にその例えばこれは RMM システムだ、うん、これは大戦略じゃないや、なんだっけ、あっていう、そのいわゆる確固たるシステムがあるから、それに なって遊べば遊べる、でもね、コインは違うんですよ、コインはそういうタイプのシステムじゃないから、はい、コインってどっちかっていうと、システムだけ取ればユーロ寄りのシステムなので、ウォーゲームにしかほぼテーマ的には適用されてないから、ウォーゲームのシステムに見えるだけで、さっきみたいなそう楽しさ、理知的な楽しさですね、うん、そういったものをめぐる会話っていうのは現在でも白人男性優位の小セルメディア空間で使われている多くのコンテンツと呼応しています、まさにその通りだと、まさに X、 、うん、あれ、現代の、まあ、ソーシャルメディアにまでずっとつながっているような問題だよ、つまり何が楽しくて何が楽しいことなのかというものをそのコミュニティの内部で決めちゃっているということですね、でその楽しさを阻害するものは敵であると、まあ、コミュニティっていうのはそういうところはどうしても出ちゃうね、特に小さいところはね、そうですね、先鋭化しがちなところあります、でも基本的に学会とかそうなりづらいようにするはしてるわけであって、ゲームコミュニティみたいなのがなりやすい、なりやすい、やっぱり自らアウトサイダーとしているってことですよ、オタクもそうですよ、我々は弱者としての歴史があるという、自分に対する位置づけがそうなのね、我々は阻害されているものだといって、ホモソ化していくわけね、そう、まあそういうことですよね、日本だとね、そんな感じになってるから本当に、気持ちは分かんないけど、いや、言うことでは阻害されてんのって気持ちなんですけど、ね、だから一種のエリート意識っていうか、まあ、ゲーマーだから 家を借りられないとかないわけだから、そう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 、そういう意味での差別ではないよね、ニューヨークの感じはそういう問題があったという話です、あとニクソン、ウォーターゲットの話とかもあるんだけど、そこは飛ばして、であともう一個出てくる話が、前回アバロンヒでやったジェリーパーネル、メンターとして のいわゆる軍の方とのコネクションをつないで、なんか権威を高めるような人の存在がありましたが、ディプロマシーだとこのラリー・ピーリーという人が出てくるんですけど、これ知ってます？知らない知らないでしょ、で俺もね、これ検索したんですけど、まあ、5年くらい前に亡くなっているんですけど、まあ、ビッグネームファンだったことなんだけど、でなんか国際政治研究所とかをだから作ってらしいんだけど、別にそれはでかいもんでもなんでもなかったっぽいんだよね、自称みたいな、まあ、自称まで行くのかな、だからそういうファン人とか、あとなんかディプロマシー関係のそういう同人みたいなものをいろいろ出してはいるんだけど、だいわゆる一般的な権威があったかというと、これはどうもそうは思えない、内側でなってない、そうそう、全然なってない、その中ではそうそう、そういうことなんだと思います、それ痛いやつだとどうでしょう、まあ、痛いかどうかとしてですね、だから前回は説得力の点を言いましたけど、はい、これつまりね、こんくらいの人しか特権のネットワークのメンターとして出せなかったということなわけですよ、ここはちょっと説得力ないね、だから、なるほど、
信者とかがね、うん、関わったら別だろうけど、特権のネットワークとしてあのこれディプロマシーグループがあったかっていうとちょっと怪しいかなとは思います。ただ他の見方としてあのオタクコミュニティの存続とかそういう発展とかいう面としては何かがあっただろうけど、うん、確かにコアゲーマーの政治家とかいないですよね。そう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 、だからせいぜいさほら、うん、山田太郎とかになるわけでしょ。ゲーマーじゃないじゃん。いやでもいやだからあるね、制作家クラブのある編集者が山田太郎に星隆の蔵書を図書館を作ってもらうんだみたいな話をして陳情したわけですよ。でその後に例の、なんだ不倫騒動が起きて、ゲーマーに限らず、いやもっとはっきりとそのなんていうか偉い人がいるようなジャンルであっても、うん、別に特権のネットワークをそこで築いてるかっていうのはすごい疑問があるじゃないですか。例えばあのアイドルオタクとしては石破茂とかあと枝野幸は有名ですけど、別にまあなんていうか彼ら2人を中心とした特権のネットワークをアイドルオタクが築いてるかするとそれはちょっと違う感じするじゃないですか。彼らはそのそういうネットワークじゃないです、裏金のネットワーク、そうそうそう、まあまあ別全然別じゃないですそれは。だからまあテックの方はもしかしたらあるのかもしれないですよ。まあテックはあるかもね、テックはあるかもしれない、確かに。デプロマシーではなかったと思うんだよね。ゲームマーケット確か山田太郎招いてましたね。本当にゲームマーケットダメだな。山田太郎招いてたけど、うん、この人が自分のその味が真似たりなんちゃら、うん、っていう人が自分の出版グループ、まあ、同人出版グループみたいなものを作っていろんな本を出してたんですけど、うん、でそこでなんで特権で上の方とつながるようなコネクションっていうふうに主張してるかというと、この人はあのねランドが好きだったんですよ。ランドコーポレーション、ランド研究所、うん、ああランドね、ランド研究所は何回もここで、ね、何回も出てきたんだろう。でただ70年代だからランドの権威ってね、うん、あの、うん、ランドってあの71年にあのランドの内部にあった軍のベトナム戦争情報を暴露した人がいて、で71年にそれでベトナム戦争終結が早まったって言われてて、だから多分ね結構嫌われてたと思うんだよね、73年ランドっていうのは。権威なんですかそれは。逆にだから権威は権威なんだろう、うん、ああそうだね、うん、悪評も評判みたいな話だけど、ランドに関する日本語の本ってあんまなくて、本くらいしか見つかないですよ、ランド世界中。この本もあったな、この本もねちょっと知らないこれ。面白そうですけど、ちょっと深すぎない。この本によるとランドはネオコンの祖なんですよ。ちょっとね言い過ぎじゃねえのっていう感じがする。でこの書いた人はランド出入り禁止らしいんだけど、じゃあランドでそんな簡単に出入りできるものなのか。そう、一応ね、資料いろいろ提供してもらって書いてある。やっぱりこういうあれがねマクナマラとかのエリート派の組織なんで、そう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 、だ一番ね、ランドに近かったのは50年代の冷戦期で核戦略なんですよ、うん、核戦略にものすごく影響を与えた、うん、だベトナム戦争が穴になっちゃってちょっと権威落ちたかなみたいな。だこういう割と近い今でいう首相に近いシンクタンクみたいなのはないですよね。もともと空軍が作ったところなんで、もうべったりみたいなもんなんですよ。これはやっぱりアメリカ特有のなんか組織のあり方ですよね、うん、まあ、そうそう、こういうなんか研究所シンクタンクみたいな、まあ、日本にもシンクタンクありますけど、シンクタンクじゃシンクタンクなんですけど、うん、もちろんヨーロッパにもいっぱいあるとは思うんですが、なんかアメリカのあり方はどれも違う感じしますね。アメリカのシンクタンクってそれ自体がもう商売になってますね、うん、要するに情報売り的に発想売るっていうのが何て言うんだろう、うんうん、東京撮ったりもしてるけど、で、まあ、ランドはゲーム好きじゃないですか。大好きですね、うん、でランドがやってるようなゲームをこの名前忘れたけどこのメンタルの人は大好きだったわけですよ。あ、はいはいはい、でも別にランドとそんな強いつながりがあるわけでもないんですよ、うんうん、ランドが普通にパブリッシュしてる文章をこれを読めって言って自分の字に載せてるわけ。あ、まあ、言っちゃうとチャールズ・ロマンスのとつながりないわけ、ね、そうそうそう、はい、あと他に MIT もなんか外交ゲームみたいなことやってて、 MIT でも、でそこの人がちょっとあの寄稿一回寄稿したりとかしてて、でそれを大きく取り上げてるんだけど、もう本当逆を言えばそれしかないわけ、うん、でもはっきり言って大したことはないわけですよ、うん、ただまあすごいじゃないですか。いやまあ、それこそダニガンとかがいるわけじゃないですか、大ゲームっていう国で言ったら。でここの筆致もね、例えばあの、まあ、ランドしたらまあゲーム理論じゃないですか、初期のランドはね。であの
そこまで言ってるかは怪しいけど、ゲーム理論自体がいわゆるなんつうの数理目的、数理で支配、人を支配する悪の学問だ的な、そこまで言わないけど近いニュアンスのことをちょっとはまめかすわけ。まあ、それほどなんていうか一般性のない批判でもないというか、聞かなくはないですよ。聞かなくはないですよ。だからそれ経済学とかでも言うじゃない。やっぱりね、そこはね、言っちゃダメだと思うな。あの、優生学とかなのは別ですよ。優生学はまあ別だけど、ちょっとゲーム理論にまでそれを言っちゃうのはね、とは思いますね。まあ、微妙ならいいんですけどね。まあ、それこそオペレーションズリサーチとか、はいはいはい、まああるわけじゃないですか。で、まあ、ゲーム理論ってオペレーションズリサーチの、まあ、なんていうか、いとこぐらいなもんなわけで。まあ、成り立たない批判ではないような気はしますね。はい、そこにね、やっぱり学問の存立批判としてのなんかイデオロギー性とかに逃げちゃうと、うん、ちょっとどうかと思いますね。あ、まあまあ、うん、なんか 今でも似たようなことやって、今逆の方向になって、うん、なんか数理政治、あの統計政治とかがなんか逆の人文系の政治学を攻めてたりするでしょう。非常に不毛だなと思うので、うん、こういう書き方はちょっとおやめになった方がいいんじゃないかとは思いました。はい、だから別にこれを特に内実を見てゲーム理論を批判してるわけではない、まあ、ないのでね。だからゲーム理論の位置づけが非常に保守的だって話をしてるわけでしょ、うんうん、なんていうか、まあ、ゲーム理論にはまってる、はまってるファラランドだ、だからちょっとダメだぞみたいな、ちょっとなという感じ、あまりよろしくない批判の仕方である、まあ、でそこで、例えばなんで、あの、そういうゲーム論とかランドのゲームの方に行ったかっていうと、これ、この本前の章でも出てきてましたけど、当時の白人層が書いた不安というものがあるわけですよね。うんうん、いわゆる、まあ、なんかどんどん世の中が、今の目から見たら公正になっていく。だから自分たちの居場所はどんどん縮められていく。そのことに対する不安を、例えばゲームっていうのは、全部数理できちっと解説してくれるっていう、うんうんうん、そういうイメージがあったと。いうことらしいよね。はいはい、まあ分からんでもないです。まあなんかその60年代的なコンピューターのあり方と、まあなんか同梱みたいな感じじゃないですか、ね。答えを出してくれる。まあ分からんくはないと思いますよ。全然。だまあ大体そういうのでつながった、まあなんていうか、まああのどう言ったらいいかな、その。なんか鉄道クラブから、ディプロマシーから、D&D からが、まあ、なんかそういう細かい、まあ、あの全部同じ根っことまでは言わんがぐらいの、それでそのディプロマシーコミュニティみたいなのはどうなんの、まあ、多分やっぱり一応80年代は普通に続いてるんですよ、90年代からやっぱネットに押されちゃうんじゃないですかね。あ、だって90年代ってネットディプロマシーとか結構やってたじゃないですか。なんていうか押されるというより映るんじゃないかな、そうですね、映るっていうのはありますね。あ、そうそう、で、あの、左の人もいたけど限界あったっていうのは、例えばこういう人たちがあの政治的な主張を自分の陣に書くこともあったけれども、それであの有色人種問題とかについて言及することはなかったっていう話なんですよね。だからそこで言うのは例えば公害問題だったりとか、そういう方に走ったりして、コミュニケ運動の方には行かなかったっていう、つまり郵便ディプロマシーのユーザーには黒人はいなかった、基本いなかったっぽいですね。あんまいない、ほとんどいなかったんじゃないですか。郵便だから明かさなければ分かんない、まあ、そう、分かんないけど、だから分かんない、まあでも少なくともそういう話をする空気じゃなかったか、そういうことですね。さっきの話やっぱりユーザー自体いなかったんでしょうね、それは今でもそうなんじゃないかな、個人やけど女性の人がやっぱり例えばゲームの掲示板とかで女ってバレるとめっちゃ言われるから男のフリして書き込んでたってね、ゲームアゲート問題よく聞きますよね、それこそ誰かもさすがに人種には触れてないですけど、やっぱりまあ男性中心のコミュニティとはっきり書いてるわけじゃないですか、そうなんだ、まあ、だからそれはそうなんでしょうね、まあ、どんくらい今と連続性があるのかはよくわからないですけど、ただウォーゲームとディプロマシーは明らかに重なっていて、でまあディプロマシーとロールプレインゲームもまあ明らかに重なっていますね。これはもう出自がもうジェンコンがね、そもそもまあそんなようなもんなんで、そうです、出自が重なってるからまあしゃあないです、まあ、それと今の例えば鉄鋼タク、テクギキがどうつながっていくかはまあちょっとまだわかんないですけどね。そうですね、ないとはやっぱり言いづらいような感じもしますよね。
あとユーロゲーマーもね、ユーロゲーマーは一般的にはこういうものとは別のところから現れたみたいなね、そういうイメージがあるじゃないですか。意図的にそれで作ってはいたはずなの。ユーロゲーマーってもともと西ドイツからできたでしょ。西ドイツですね、まあ、西ドイツを、そうですね、西ドイツを輸入したアメリカ。東ドイツだったらボードゲームプレイしただけでシュタージに通用されたわけです。そうね、それはいや本当にそうやってノビーさんの方に書いてあるんです。いやそうです、あの、1回にここにあのつ、東ドイツ博物館っていうのがあのドイツにあるんですけど、そこの人たちが出版してるあの偽ドイツゲームっていう本があって、あのビジュアルブックなんですけど、その西ドイツのゲームをどうしても遊びたかった東ドイツのご家庭の人たちが自分でなんかこう密輸入したり、あの海賊版を作ったりするっていう本があって、これあのビジュアルがすごくいいのでちょっとあれ訳してみたいなとちょっと思わんでもないですけど、西ドイツのものを東ドイツから密輸入したら確かに命がない。ちなみに命がダンですが、西ドイツは D&D より前に T&T が入ってきてですね。そうなんですね、T&T は先なんだ。 T&T の方が影響力が大きいわけですよ。ウィーンとかに、ウィーンのこうオペラのハウスの前のゲームショップとかで T&T が売ってたわけです。でそれが T&T が今ドイツを代表するD シュバルツアウゲっていう、シュバルツアウゲ RPG の初版は T&T そっくり。あ、そうなんですね。そう、それが影響を与えたというですね、うん、そういうこう本当に T&T からソードワールドへみたいな、そういう流れに近い、まあ、ソードワールドは T&T より AD&D の方が影響強いですよね。まあ、ユーロゲームを どういう文脈でユーロゲームと考えるかって、結構、まあ、ユーロゲームって文脈がいくつもあるゲームというスタイルだから、アメリカ人に発見されたっていうところで捉えるべきか、その元々のドイツのファミリーゲームと それに対する新聞の指標っていう文脈で見るか、あるいはエッセンにつながる、まあ、さっき言ったペペレビューですね、ペペレビューはあれは完全にファンジンスタートの文化で全く同じなわけですよ。ただしドイツのっていうところが大きく違いますけど、まあ、だから それで捉えるとやっぱり、まあ、多分そういうことはあるんですよね、結局ドイツのクソオタクそれまあ、どこで取るかが難しい文化なのは、まあ、だから議論はしづらいですけど、まあ、でもユーロゲームって日本で発見されたっていうところもあるからね、日本のだから我々のグループみたいのはね、もう率先してこういういいものがあるみたいな、はいはい、その我々のグループっていうのは何か共通の下地とかあったんですか。政府の人とかパズルはだから花山とか奥野とかを行ってる人でしょ。どういう人か、まあ、どういう人かっていうのプロファイリングができるのかって話ですよ。それは当時奥野に行きそうなやつっていうのが一目で分かったのかな。あの、ね、初期のゲーム会に来てる人っていうのはそれぞれの出自みたいなのがあって、うん、それは何かっていうと階層とかそういうことじゃなくて、うん、将棋から来る人、囲碁から来る人、麻雀から来る人、手品から来る人、パズルから来る人、まあ、そういう感じだね。なるほど。だから今そう何かをきっかけに、うん、だから どんなゲームでもやろうっていうことではなくて、何かをきっかけに例えば、うん、当時でいうとリスクとか、はいはい、そんなゲームをやってみようっていう人たちが出てきたんだけど、それぞれだから偶然の要素か、あでもシミュレーションから来てる人もいたね、うんうん、いるでしょうね。なんか来てる人もいるぐらいのなんていうか割合ですよね、なんかイメージとは、うん、だから特定のだから今みたいな文脈でね、うん、特定の階層が何かとか、うん、あの特定の社会の状況にある人がどうこうとかっていう感じではない、ね、うん、ちょっと言いづらい、うん、ただあのやっぱり SF ファン人とかとの親和性はありますね、うんうん、あとなんだろうな、学生のさ学校のサークルとかそういうのかな、うん、学校のサークルってでもシミュケンとかじゃない、シミュレーションから始まるんだけど、あの、あのなんていうのかな、推理小説のサークルとかそういうとこから来るんだよね。面白いですよね。だから田中さんでしたよ、バセミスみたいなもんでしょ、うん、そう田中さんなんか田中さんそうですよ、うん、田中さん誰、田中真さん、あの、あの人、名前忘れちゃったけど、ミステリー系の評論家でしたよ、確か、純二さん、田中純二さん、
前だからそうですね、その80年代初期ぐらいまでは日本のそういうボードゲームに対する記事とかのは、そのどうしたら羊が割とはっきり透けて見えるような書き手の人がほとんどかなという印象はあります。だから松田ミッシェルは定時だってことでしょ。そう、例えば松田さんはそうでしょ。それから安田さんは SF だって言いたい。そうだね、安田さんはそうだし、それから田中淳二さんはあれは推奨室って言えばいいのかな。いいんじゃないですか。うん、そうだね。だから、なんていうのかな。鈴木銀一郎さんだって宝石でデビューしてるのかな。あれは何か文脈が。あれはだって、本当に作家で作家になっちゃったもんね。そう。だから海外の目新しいものをやってみようっていう一種の、うん、なんていうのか、モダリズムとも言わない、なんか桜井趣味って、その趣味というか、あの、うん、今さっき配った松金夫さんの原稿に書いてますから、桜井趣味って、うんうん、その洋楽と一緒に入ってきた、あ、ディレッタンティズムみたいな、一緒かどうかとか、それ実際にはそうだよ、それはなんていうか90年代ぐらいで死んだ気がしますけどね、そういう文化は。あ、まあ、まあ、そうですね、そうかもね、私は好きだけど、その、うん、興味持たない、変わった的な、うん、だからグランジの時代の杖だってことだ。うん、まあネットも大きかったんでしょうけどね。あとジャパンアートナンバーワンとか言われてちょっと思い上がってしまったところで、外国の文化、桜井文化がみたいなのあったかもしれない。でもその頃にでも一番海外に行ってるとも言うわけですよね。そうなんですよ。まあ確かに。いや、行ったからじゃない。ああ、行ったから、まあまあ。大したことね、やってきて。ああ、そう。別にまあ、なんていうか、欲しけりゃ行けばいいし、みたいな。この間の中国の留学生の一人、日本で漫画専門学校に行ってる人の漫画ってちょっと話題になってネットで、うん、で、まあ、実体験を元に書いてるんでしょうけど、日本に来て漫画の勉強して、うん、まず家具を買いに行くわけですよ。え、家具を買いに行って、家具ね、テーブルとか机とか買いに行って、で行ったら、組み立ててくれないと。で、まあ、自分で組み立ててください、組み立てが必要なら何か1ヶ月ぐらいかかりますとか言われて、なんて不便な国だって、うん、ただちょっとびっくりしたんですよね、うん、だって一昔前だったら中国から来た人が日本不便な国って言って考えられないじゃない、うん、でもまあ家具を組み立て家具の文化は日本の文化ではないそれはIKEA とかから来てる文化でしょ。 IKEA とかから来てる文化だけどさ、別にそれは日本がっていうことはちょっとなんていうか、つまり中国だったら一発で組み立てくれるわけでしょ多分。IKEA ですか。多分 IKEA はないんだと思ういや、っていうか組み上がったものを売ってるでしょ、どっちかっつうと。なんかな、中国の金があるそうだってことでしょ、わ、うん、からない。いや、まあそう、日本に来れるそうだって、日本に来れるそうだって、日本に来れるそうだって、やっぱり組み上がってるもん、うん、いや、まあ日本でも別に組み上がってる株ってますよ、うん、そうなんでしょうね、全然、うん、でもそういう視点はね、初めて見たから。あ、なるほど。日本っつったら普通、まあこの間もね、なんかどっかの中国の実業家だから日本は古いもんばっかとか言ってリストとかバカにしてたけど、まあその通りですけど、まあ、スキー場はね、うん、もう日本ではもうなんていうか、そもそもスキー自体がみたいなのもあるから、うん、だからまあよく日本はものすごく便利って言うじゃないですか、うん、言う人はいる ね、 ね。あ、まあどのレベル、どの観点でベリーかっていうのはまあまあありますよね、うん、そうか、そう言われてみれば家具が組み出しないの不便だよねとちょっと思いましたね。いや別にだから日本でも普通に組み上がってる家具を買えば、まあ、組み上がってる家具を買うかどっちかじゃない、うんうん、組み合ってる感覚は高いじゃん。ホームセンターで普通に買ったら自分で組み立てるよねって話でしょ、うん、まあね、向こうだったらもしかして買ったら全部組み立てくれるのかね。いや別に日本だって、うん、組み立て料を払えば組み立てくれる。それがだから1ヶ月待つらしい。ああ、そういう話なんですね、うん、でもなんか面白い話だよね、うん、逆なイメージがあるんだから、もっと高いところで買えばもうできてる、うん、まあ、そうだよ、1ヶ月高くで買えばいいんじゃないか、うん、そうかかるか。いや、てか1ヶ月かかるようになったら最近の話じゃないかな。うん、多分最近の話だと思う、うん、私は人が高くなったとか、そういう話だと思いますよね、うん、いや、まあ日本で不便なのはどっちかというと、そのアパートを借りたときまず家具を買いに行かなきゃいけないっていうのが面倒くさいですよね。ああ、まあ家具付きって、家具付きの文化がまあゼロじゃないけども程度じゃないですか。まあサービスアパートメントを月50万ぐらいで借りれば、うん、まあもちろんそうですけど、うん、なんかあんまり普通のアパートは家具付きではないから、なんかあれはなんか不便なんだろうなって思います。うん、まあ、ヨーロッパの、ね、家具付きアパート慣れた目から見たらきっと不便でしょ。日本って逆に自分の家具を入れたいから、入れたいからって、だから人の家具使いたくないっていうのはまああるんだと思うんですけど、うん、あれそこまであんのかな、そこまでなんか家具に、あれ
あると思いますよ。あるんですかね。まあ、かなり興味がある人はいるでしょうけど、多分興味ない人も結構いるんじゃないですか。いやだから ないもんだっていう先入観があるから、ね、なくて当たり前と思うんじゃない。すみません、家具買うときも中古の家具買ってるから、でも部屋からのついた帽子買ってまあまあ、うん、そういうのあると、地方のが便利っていう瞬間は当然あると思うんですよ。まあそうですね、今の状況とかね、都市とあれのあれもあるでしょうしね。ネットの世界だと先入観で買ってるって絶対あるけどね。僕で行った時便利だなと思ったのは、あの今日本でもまあそうだと思うんですけど、いわゆるその WeChat Pay とか、あるいは、ああいうそのペイメント、QR コードのペイメントが、もう完全に普及してて、でそれがその屋台とかで使えるのは便利だと思いました。屋台でね。屋台でね。交通手段でも QR なのはむしろ不便なんですけど、スイカの方が圧倒的に早いから。でもなんかその個人売買でなんか QR をみんな使えるっていうのは、これはなんていうか便利だなという。普通の個人間の金のやり取りを。やり取りを。そうですよね。これは確かに便利ですよね。